はい、どうも皆さんこんにちは。こちらね、大頭クサガメです。本日はですね、こちらの環境紹介と、あとはこの子に餌をあげていく動画を撮りながらですね、まあ去年友達からこれ譲り受けたワイルド個体なんですけど、もう指も飛んでなければ、まあ、尻尾もちゃんとある、頭もめちゃめちゃ大きいね、大頭クサガメ完全体です。これね、元気に育ってますよという報告動画になります。まあ、友達からもね、大頭元気にしとるかと言われたので、動画をね撮ることにしました。餌を本当にね、大食漢でよく食べるんですけど、まあ、その様子がね、こう体が大きいんですけどね、めちゃめちゃ可愛いんですよね。それが個人的にお気に入りポイント。あ、ちなみにこんな感じで飼っています。大きなたらいにね、陸地を設けて上に上がれるようにして、まあ水量は甲羅がちょうど浸かるぐらいにしています。結構ちゃんとご飯全部食べきって、食べ残しとかないんで、結構ね、水替えの頻度とかも3日に1回ぐらいでいいんですけど、すごいね、まあ、外で飼ってて元気に育ってくれていますね。そしたら今日はですね、ほら、ご飯をあげていきますよ。ご飯を見せるとね、もうすぐこっちに寄ってくるんですよね。じゃあ入れていきましょうかね。はい、これドバッと、こんな感じでね、ちょっと外で音がうるさくて声があんまり入ってなかったんで、後からね声は入れてるんですけど、見てくださいこれ、ほら、よう食べるな。もうこれが気持ちいい。やっぱりもう餌がすごいちっちゃく見えますね。子ガメにあげるときなんてこの餌すごい大きく見えるんですけど、この子にあげるともう本当に小粒ですよね。もっと大きいサイズのご飯買ってきてあげないといけないかなっていうふうには思っちゃいますね。いやー、いいね、この頭がね大きいんですよ。何センチだったかな、5センチないぐらい、うん、4.5、 うん、いや、もっとあるか、5センチないぐらいだったと思うんですけど、すごいっすよね、これクサガメのメスね。普通のクサガメとは違う種類にはどうしても思えるんですけど、ショップとかでもね、大頭クサガメっていう名前でね、1匹5、6000円もっとするか、2万ぐらいするか、大頭やったら。まあ、ショップさんによっていろんな値段価格帯が設定されてると思うんですけど、ここまで綺麗な個体だとね、すごいいい値段するんじゃないかなっていうふうには思いますね。そんなね、大頭をくれた友達にはもう感謝ですね。なんか道に落ちてたみたいですけども、すごいっすよね。いやー、これたまんないっすね。まあこんな感じで今日はただただですねご飯をあげている様子を皆さんお届けすることにはなりますが、まあ、ちょっとね、お付き合いいただけたらなと思います。うちの大頭クサガメ本当によく育ってくれています。いい感じですね。ここからはしばらくただただこの子がご飯を食べている様子をねお届けしますんで、まあ、見てもらえたらなっていうふうには思います。このね、大きな口をこうやって開けてね、食べてる様子見てください。これがね、もうね、めっちゃ好きなんですよ。もう頭が大きいことにより、まあ、口も大きくなるじゃないですか。それでね、迫力が増すような感じがするんですよね。まだリクガメが野菜食べてる可愛さとはまた違った良さがこの大きなカメさんにはあると思うんですよね。これね、もっとでかい餌買ってきてあげようかな。今度この子に生き餌をあげるような動画も撮ってみようかなというふうには思いますね。はい、いかがでしたでしょうか。うちの去年お迎えさせてもらった人工冬眠とかね、冬はさせてもらったんですけど、紅茶冬眠って言ってね、まあモス、苔ですよね、苔と、普通に紅茶買ってきてティーバッグの中に突っ込むっていうね、そんな動画も見てもらえたらなと思うんですけど、そっからね、本当に元気にずっとこの子過ごしてくれています。またね、この子の次の動画あげたらぜひ見てもらえたらなと思います。ではまた次の大頭クサガメで。さよなら。